いらっしゃい、マリーがお待ちかねよ。この前は悪かったわね、仕事に付き合わせちゃって。おかげで臨時収入が入ったからごちそうするわよ。また仕事絡みじゃないだろうな。今日はプライベートよ、何でも好きなもの注文して。ユキさん、ずいぶん可愛いカクテル注文するね。でもアルコールはやめときな。そうね、この男が酔って暴れると面倒だし。アルコールはダメでも食事はできるんでしょ。ああ、ラムのいいのが入ったからペッパーステーキはどう。ローストビーフもいい具合に仕上がってるよ。草薙さん、どうせなら一番高いやつ注文しましょう。じゃあ焼きそばパンにミルク。草薙さん、冗談だよ。